おはようございます。おはようございます。すいません、これちょっと映っちゃってるんですけど、全然これ関係ないのでお願いします。おはようございます。さすがにちょっと私はお腹が空いたので朝ごはんを食べたいと思います。おはようございます。早起き大丈夫だった？全然大丈夫でした。5時に起きましたよ。朝から可愛くてないね、ありがとう。おはようございます。もうちょっとお腹が空きすぎて死にそうなんですよね。おはようございます。ガチ眠ですね今。やばい、ほんまにめっちゃ眠い。早起きれた、おはよう。朝から可愛すぎます、ありがとうございます。ワンタンメンさん、ペンライトありがとうございます。あ、青のペンライトもありがとうございます。ということで早速ご飯食べ始めていくんですけど、私はまずはヨーグルトから食べていきます。これね、これね、わかる？あの、映せないんですけど、私は毎日6時に起きてる、仕事関係で大変や。おはよう。私はいつもは、でも私もいつも6時に起きます。でも今日は5時に起きました。おはれよ、おはれよ、おはよう、おはよう。皆さんおはようございます。早起きですね皆さん。もう超絶眠いです。まあ学校で寝てしまわないように頑張ります。もう何言ってよ、今日で折り返しぐらいですか、ショールーム配信ね。今日で4日目なので、あと5、6、7、3日ですね。28、29、30までなので、30までです、この毎日配信も。期待をありがとうございます。昨日はあの後みんなでトランプしたの？昨日はあの、私はちょっと終わってからすぐ帰ったんですけど、どうなる？私がいた時はしてなかったです。おはよう、おはようございます。初日おめでとう、ありがとうございます。学校は明日までだっけ？学校は今日までです。嬉しい、今日までです。学校はいよいよ明日初日ですね。まだ緊張はしない？まだそんな緊張はしないんですけど、多分すると思います。そんな、いや、めっちゃ皆さんに見に聞かれるし、緊張するみたいな。はい、でちょっと一旦私はスープを飲みます。めっちゃアラーム鳴ってる。フルート頑張ってるから星投げに来た、ありがとうございます。食べるの早え、ヨーグルトとか一瞬じゃないですか普通に。そんな時間かけない派なんですよね。みおちゃん早起きしてて偉いさんだよ、ありがとう。配信と初日が重なってて大変やけど頑張ってや、ありがとうございます。おはよう、明日待ってました、夏休みですね。ほんまにそうです、ほんまに待ってました夏休み。でも待ってました夏休み一発目が初日ってやばくないですか。
それを初日楽しみ、劇場で見たかったね。ありがたいことに初日をさせてもらえるということで緊張しますが、いや、してないけど、まだもうすぐするかな。ポジションどこ？言うわけないじゃないですか。ヨーグルトなんか飲み物だからね。そうそうそう、ヨーグルトなんかほんまに飲み物ですか。ちょっと、はい、金時豆食べます。私の最近のブーム、金時豆。おはよう、おはようございます。ヨーグルトほぼ飲み物ね。そうなんですよ。今日の予定はツイッターに出てるかな。出てます。そう、でも今日スケジュール的に3時間使い切れるか分からなくて、これでも結構ギリなんですよね。なのでどうなるかな。はい、おはようございます。めっちゃ頑張れ、ありがとうございます。星投げ1周50カウント終了では出かけます。頑張って、ありがとうございます。せめて今日から夏休みだったらね。そうなんですよね。朝ごはんたくさん食べる方なの。どうなんやろ、普通が分からへんから何とも言われへん。まあ宿題を最初に片付けるようなもんで、明日が過ぎれば楽になるでしょ。確かに平日の劇場なんて何年ぶりに行くやるか。ありがとうございます。金時豆ブーム、そう、金時豆ブーム、マジで美味しい金時豆。朝からりょうちゃん見れて幸せだよ、ありがとう。そんな、おはよう。まあ使い切らなくてもペナルティはないから。でもね、他のグループ使い切れてるのに使い切れないのマジで悔しい。おはよう、おはよう。はじめまして、はじめまして。夏休みの宿題どっち派？最初に終わらすか最後に。最初に終わらす時もあるし最後に終わらす時もあるけど、絶対に最初に終わらした方が楽です。何食べてるの？金時豆。ねえ、おはよう。もぐもぐかわいい、ありがとうございます。もうね、配信も折り返し地点ということで、あとちょっとですね。おはよう、おはよう。高校生最後の吹奏楽コンクール行ってきます。行ってらっしゃい、頑張って。明日会えるの楽しみ。私も楽しみです。皆さんに会えるの。おはよう。宿題しないって選択はないか。ちゃんとする人ですよ。毎度毎度。最初に終わらせるの楽なの分かってるけど、できた試しなかった。分かる、私も最初にやる気ある時とない時あるからね、しゃあない。今日はあんたあるんやっけ？ないです、ないです。おはようございます。6時から7時ってなかなかにすごい時間ですよね。ね、なかなかなくない？かおりさんと、ん？ん？ボケてる。かりんさんとしおりさんの舞台決まったじゃないですか。めっちゃ見に行きたい。
っちゃ見に行きたい。すみません、かおりさんじゃない。まだちょっとちょっと。はい、おはようございます。なんなら新学期始まってから友達の写しまくってた。わかる。あんはルームスでしてくれるんだよね。そうそうそう。どうだろう。おはよう。かおりさん、そう間違えた。朝やね、そう。ちょっと朝なんで寝ぼけてるんですけど、間違えました。かりんさんとしおりさんです。おはようございます。ツイッターコメントしてきた。ありがとうございます。いやーね、すごく目が閉じそう。皆さんは今日はお仕事でですかね、まだね、学生だけですからね、夏休みは。皆さんお仕事とか大学とかですか。名前混ざってしまうとる。それの香里さんって誰みたいな。では朝の準備をして仕事に行ってきます。頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。あとちょっとですから。いや、おはようございます。稼ぎ時ですわ。稼ぎ時、ああ今がね。三連休最終日な。辛いやつ。いっちゃん辛いやつ。最終日。めっちゃ寂しいやつ。はい、おはようございます。マジで休みの最終日って辛いですよね。あ、もう終わるんやみたいな。お仕事のために仕事してきます。頑張れ。ファイトファイト。お高とするためにはね、お仕事大事ですから。ナナさん、ハートありがとう。だ。なんか、昨日ルームスに動画あげました。写真と。深夜に開けちゃう人なので、またチェックお願いします。ムービーはあれは、出演者は二瓶まなみと西馬です。そう、ぜひ見てください。面白いから。頑張って編集しました、ルームスの動画は。編集は自分です。そう、編集は得意な方なんですよ。おはようございます。学生の時やったわ。あれやっぱやりますよね、学生の時に。はい、で最後玄米を食べます。マジで朝ごはんに玄米とか、そういうお米系食べるのおすすめ。お腹にたまりやすいので。あ、ジンくん31みたいな餌ありがとうございます。レオちゃんのためだけに早起きしたマンダモン、ありがとう。無理せずに、眠くなったら寝てね。ほんま本人がめっちゃ眠たいもん。超絶眠いです。
うしよう、話題がない。何話そう。皆さん何のお話しますか。遠い昔の記憶だけど。また来ました、レオ、ありがとうございます。ともちん結婚していいよ。おはよう、おはよう。ともちんハートありがとう。毎日お疲れ様、ありがとうございます。動画上げるのに苦労してメンバー多いよね。エラー出る出ない、何が違うんだろうね。私結構最初の動画すんなり上げれたんですけど、みんな結構苦戦してたみたいで。あ、瀬戸の誠二さん、ソフトクリームありがとうございます。寝落ちしたら伝説配信になっちゃうからね、ダメですねそれは。じゃあ昨日のトランプの勝因は、買ったのはあれです、神経衰弱と何やっけあれ、トランプ、じゃあスピード勝ちましたね。勝因はスピードはシンプルに運だと思うんですけど、運と瞬発力やけど、神経衰弱は賞味機能はめっちゃ運良かった。初見2枚とかが揃ったりしたから。でもやっぱ神経衰弱は覚えるのが大切なので、覚えるのは、そういうのを覚えるのは得意なんですよね。なぜか他のものは覚えられないのに。うん、ともちんハートありがとう。 NMB の好きな曲は、初めての星が好きです。おはよう、おはようございます、おはようございます。あ、瀬戸の誠二さん、サーティワみたいなやつありがとうございます。神経衰弱は神がかってた。そうなんですよ、ほんまに神がかってた、うまかった。おはよう、おはようございます。リオちゃん頑張ってるか、ワイも頑張る。まあ私は言うてそんなに頑張ってるんかな、これ分からへんけど。うん、ナナさんハートありがとうございます。よいしょ、皆さん何のお話をしますか。何か話題を提供してください。はい、おはようございます。夕方 NMB で神経衰弱してた時、メンバー全然ダメでめっちゃ時間かかった時あったな。まあほんまにあんだけトランプあったらやっぱね、覚えれるか覚えれないか分かんないですからね。はい、おはようございます。かっ、眠いぜ。りょうちゃんたくさん頑張ってるよ、ありがとう。おはようございます、おはようございます。頭回ってなさすぎて話題出せない。一緒一緒一緒、マジ一緒、ほんまに一緒。頑張っておきます。募集した企画はいいの集まったかな。やっぱね、メイク配信とか、そう、私服配信とか、うん、あとね、何やっけの、何やっけ、でもやっぱメイク配信が多かったですね。やっぱり店長にメイクしてもらって系の。はい、おはようございます。目玉焼きは醤油派、ソース派。目玉焼きは塩コショウ派で、
なんか卵ご飯にする目玉焼きの状態から卵かけご飯みたいなんです。卵混ぜご飯みたいな感じするときは醤油派です。だから多分醤油派かな、目玉焼き。ワンタンメンさん、ハートありがとうございます。毎日やってると話題なくなるよね。そうそうなんですよね。坂道この料理は好き？好きですけど、そんななんか一人一人なんかめっちゃイントロクイズとかされるとわかんないんですけど、でも普通に好きです。メンバーで一番ポジティブなのは、誰やろ。メンバーで一番ポジティブ、ポジティブ、ポジティブなんかおるかな。ポジティブね、もうふ悩みが吹っ切れ、悩みがもう吹っ切れてしまってどうでもよくなった時の西馬はポジティブですね。うん、瀬戸のせいじさん、だるまいっぱいありがとうございます。メイク配信よね。そうなんですよ、メイク配信ね、結構してほしいという声をたくさんいただきました。はい、おはようございます。目玉焼きは最後まで黄身残すと、あ、全然、あの白身と黄身を同じ感じで一緒に食べたい派です。ともちん、ピンクと青のペンライトありがとう。おはよう、おはようございます。浴衣綺麗なのに色着たい。浴衣は寒色系だから青とか紺とかでも暗めの色が好きだから黒とかも好きだから、黒にベースの赤とか黒のベースの白とかの浴衣が好きですね。暗い色が好き。おはよう、おはようございます。グッモーニング、グッモーニング、グモニグモニ。もうすぐ花火大会ですよ皆さん。淀川、8月5日です。淀川は皆さん行かれるんですか。全然分からへんけどさ、今年の淀川めっちゃ人多そうじゃないですか。コロナ緩和がされたじゃないですか。余計多くなりそう、なんかね。皆さんは行かれますか。私は去年行きましたよ。楽しいよね淀川って。めっちゃ暑い、でも帰りとか帰れる、ほんまに帰れるんかなって思ったんですけど、めっちゃ運よく電車乗れたんで帰りは。でもあれほんまに運よくないと死にますよね、帰れなくなるほんまに。なので行かれる方もお気をつけください。帰れますように。よし、ごちそうさまでした。はい、おはようございます。ビビビさん、ソフトクリームありがとうございます。着てみたい衣装ってある？天神姫の衣装と、あと、妄想ガールフレンドの衣装は着てみたい。あ、ミラーボールありがとうございます。ありがとうございます。天理祭祭りやばそうだったもんね。そう、ほんまにやばいと思う淀川。ともちんハートありがとう。行く人いないです。おっと
まあ友達と行くのが結構もう普通になってきてるから。でね、友達と行くのでいいと思う。私もやし、むしゃむしゃ食べてますな。食べ終わりました。ごちそうさまでした。職場千葉某所やけど事務所ビルの屋上から花火大会見れる。おお、いいですね。花火はこの前野球見ながら神戸で見ました。おしゃれ、しゃれおつ。ななさん、だるまありがとうございます。ん、のんちゃん、ミラーボールありがとう。ともちん、かわいい、ありがとう。あ、ともちん、かき氷とソフトクリームありがとう。くもすけさんもソフトクリームありがとうございます。妄想ガールフレンド見たすぎる。うん、来てみたい。友達と花火大会楽しい。え、楽しいやろ。全然行きましたよ私去年。うん、全然楽しい。普通にめっちゃはしゃげるし。こうしゅうくん、ハートありがとうございます。いや、さすがに楽しいか。うん、楽しいと思う普通に。世間は土曜日休みやけどワイド仕事やから帰りの電車込みそうなんよね。私も学校なので、私も土曜日は学校なので一緒ですね。まあ今年は夏休みなんですけど、普段土曜は学校があるので一緒ですね。3連休にはならないです。絶対に2連休になります。おはよう、おはようございます。花火真下から見たことありますか？真下から見ると開くときに吸い込まれそうになる。真下からは見たことないですね。3週間後フル管理はありがとうございます。生存確認ありがとう。眠そう。それな、なんかいきなりめっちゃ眠くなってきてびっくりした。どうしよう、7時10分までの間に寝ちゃってたら。新潟の長岡花火は人生で一回は見るべき花火大会と思ってる。そんなになんですか？なんか花火大会あんまり詳しくなくて、淀川ぐらいしか知らないんですけど。いいですか、やっぱ花火大会。え、夏祭りに行きたいんですよね、花火大会じゃなくて。花火大会も行きたいんですけど、どちらかというと夏祭りだけ見たいですね。寝ていいよ。ダメだよ、寝落ちはね、ダメですから。皆さんも起きれてますからね。私も起きますよ。早起き、早すぎるけどルミナリエ行きたい。もうそれはマジで早すぎる。冬やん、冬やん、冬やん。あ、でもわかる。で、早く冬になってほしい。ほんまに。寝落ちはバンされるから。あ、そうなんですか、バンされるんや。4時半起きなんで、とっくに起きてるよ。ありがとうございます。おはよう、おはようございます。夏祭りの屋台を成田みたい。夏祭りの屋台は。焼きそばとそれ箸巻きも好き。あとね、みかん氷とか、あとなんかあるかな。ベビーカステラとかはあんまり食べたことないんですよね。
夏祭りのベビーカステラってめっちゃ並んでるじゃないですか。そうだからあんまり行ったことはないですね。あとは何があるやろ。あとはね、行ったことない気もするな。はよ、もう夏無理生きていけん。それな、マジで夏無理。言うて冬も凍えてしまうんですけど、夏よりかは冬の方が好きですね。全然冬服も好きやし、なんならそう、冬服の方が好きです。今年は港神戸花火大会がないから、淀川花火は去年以上に見込みそう。港神戸の花火大会ないんですね。港神戸ってどこにあるか知らんけど。小野月さん、ハートありがとうございます。おはよう、おはようございます。おはよう、おはようございます。おはよう。あくび止まらない。それはほんまにやばい。自分が思ってる以上に今眠たいんかもしれへん。大阪の BL 花火のラストは周りが昼になるぐらい花火が上がる。すごすぎて小さい子の泣き声がちらほらと。小さい子はね、何も分からず来てますから。ベビーカステラ食べちゃわんってコメントしようと思ったのに。そう、ベビーカステラはね混んでるんで、あんまり行ったことないですね。そう、ほんまにあくび止まらへん、やばい。冬の冷たい寒さってドキドキするけど、夏は星だけで無理。星だけで無理。どういうこと？なんか伏せ字になるんやったら、いつも打つ段階で伏せ字になってほしいなって思いません？なんか送ってから伏せ字になるって分かんなくないですか、そんなのって思います。ずっと夏はやったけど、今年は限界すぎて冬派になりそう。冬派になりましょう。マジで今年暑いですよね。いつも暑いけど、なんか毎年毎年、なんか今年は去年にも増して、なんか暑くなるでしょうみたいな。え、ほんまにやばくない？ガチであくび止まない。やばいやばい。ゆうえさん、ソフトクリームありがとうございます。仕事行ってくる。ありがとね、ありがとう。行ってらっしゃい。だるーって感じで無理。ああ、わかる。わかる。おはよう、おはよう。夏は自分で温度調節できないのね。冬は着込めばいいんだけど、そうなんですよ。冬は着込めば着込むほど寒さが自分で調節できるんですけど、夏はマジで裸になっても暑かったら暑いじゃないですか。それですよね。栄養ちゃんのあくびがワイにも映りました。ごめんなさい。ほんとそれな、めっちゃわかる。それな、ショールームは欲しいになるの多すぎるんよな。そうなんですよね。なんかほんまにわからへんくない？普通にどれが欲しいになるとかさ。おこですか、おこですか、なんでおこですか。おはよう、おはようございます。ビビビさん、かわいい、ありがとうございます。送信する前に伏せ字になるところ色変えてほしいよね。そうそうなんだよね。なんでみたいなとこあるよね。2週間も連続で35度以上、異常よね。マジでそう、マジで異常。ほんまにやばい。頑張って。僕も今見ながら寝落ちしてた。私もさっきから寝落ちしそう。おはよう、おはようございます。正門のけんさん、かわいい、ありがとうございます。これ星にするのは逆に運営意識しすぎやろって。それな、なんかちょっと自意識過剰やでみたいなとこありますよね、ショールーム。たまに伏せ字になるやつ。はい、おはようございます。星になることで嫌な気分になることが多いね。うん、わかる。私ねもね、読めないとね、やっぱね、うーんってなるから、読みたいからさ、気になるし。普通の言葉が星になるからね。ね、ほんまに普通の言葉でも星になるよね。びっくりする、ほんまにいつも。
でも冷房が効きすぎた部屋から外に出たいってなった時は外はめっちゃ暖かく感じて嬉しいです。連想ゲームになっちゃう。それな、もう予想するしかなくなってくるから。おはよう、おはようございます。全然普通のことやのに星のせいでやばいこと言ってるみたいになるの辛い。わかる。確かにな、普通のこと言ってるのに不正事にされんのな嫌やな。僕も眠いからコーヒーでカフェイン入れてるの。あ、私も後でちょっとコーヒーを入れたいと思います。これを不正事設定するって大丈夫ですかってなる。それな、ほんまにそれな、大丈夫やってみたいになりますよね。やっぱりまあでも星は星で星やから星やね。おお、暗号みたいになってる。まあでも多分それはちゃんと星って言ったんやろな。だってめっちゃ冷たくなりません？腕とかバレて死ぬ。わかりますよ、それぐらい、それぐらいわかります。また6時40分なんやばない。私が毎日朝ごはんを食べてるくらい。いや、おちゃんがいちゃんかわいいよ、過去的ありがとう。瀬戸の誠司さん、なんやこれは、風呂敷ありがとうございます。チーララとかなんであかんのかわからん。おお、わからへん。もうガガとかかな。夏って逆にお店に入ると寒すぎたりして困ることない？そうなんですよ。でも羽織物を持ってっても外にいるときに荷物になるし邪魔じゃないですか。そうだから温度調節がむずいですよね夏。冬は正味あんまりそんな、うわ暑ってなることあんまりないじゃないですか。暑いな、うん、まあいける。でもちょっと暑いな、上着の5ぐらいならいけますよね。なんとか星投げ終わった。寝そう、皆さん寝そうですね。私も寝そうです。私も寝そう、ほんまに。膝に頭置いたら今寝れそうやったよ。あぶねー、ガガガ、え、ガガガって無理なんや。AG が無理なんやね、じゃあ。へえ、そんなことあるんや。難しいね。ね。やっぱり難しいですね。ちょっとマジでコーヒー飲みたい。カフェイン求む。今日はめっちゃ快晴ですね、外。雲一つない。やば、めっちゃ荒れてる。ほんまにめっちゃ荒れてる。すごい。大丈夫か？耐えて耐えて。大丈夫大丈夫。でもカフェインがほんまに欲しい、今。コーヒー欲しい。ゆうちゃんラジオ体操してみたら。よしみラジオ体操してんの？混ぜて。起こして私を。のんちゃんミラボラありがとう。レオン眠そう、バレましたか？てかなんかめっちゃさ、ポンポンしたいの方とかにさ、めっちゃレオンって呼ばれる。全然いいけど、めっちゃレオンって呼ばれることが多くなりました。もうずっとハガレーだけやったけど。暑そうやね。ね、暑そう。いやいや、外出たくないな。セミがめっちゃ鳴いてるし、どっから現れたんやセミは。毎年思うんですよね、セミとかってほんまにどこに隠れてたのみたいな。一瞬で出てきて一瞬でパカってなるじゃないですか。コーヒーとかいくら飲んでもワイは眠たさられない。私にもね取れるかわかんないですけど、とりあえず飲みたいなみたいな。
目開けながら寝てたんかと思ったら外見てただけやった。そう、外見た。マジで快晴すぎ。授業中寝てしまわないようにね。うん、まあ約束はできないんですけど頑張ります。今からみんなでラジオ体操するか。するか。みんなラジオ体操第一、まずは手を広げて深呼吸から 1,2,3,5,6,7。 でも結構あれですよね、ラジオ体操ってね、なんか長いですよね。おはよう、おはようございます。よし、みんな状態操第2してたな。え、第 2? 第2って何ですか。何がある第2。なんかちゃうっけ。おしめの呼び方でメンバー呼んじゃうの。あるわかる、あるある。コーヒーはブラックいけるんやっけ。飲んだことないんですよねブラックは。おはよう、おはようございます。朝から可愛い、ありがとう。全然だよ全然だよ全然壊れたわけじゃないので安心してください。レイポンも眠そうやけど頑張ってるよ。レイポンも眠そう。レイポン今やってる？6時半からか。レイポン、レイポン頑張ろうね。おはれよ、おはれよ。お疲れ様です、お疲れ様です。今日はちゃんと授業あるねんや。全然ずっとありますよ。全然あります。外出たくないの分かる。そうそう、もう切実するな。外出たくないよね。セミは血の中から出てくる。え、それは分かった。じゃそれはマジレスって言うんですよね。それじゃなくて、そういうことじゃなくて、すぐパッて出てきてすぐパッていくじゃないですか。それが不思議だねって話です。約束しなさい。なんなんやなんやっけ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 、やばい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 、忘れた話。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。 T シャツかわいいね。 T シャツはこれはあやかさんの生誕ティーなんですけど、この生誕ティーはあやかさんにもらいました。あやかさんプレゼントの生誕ティー。レオちゃん目が大きいから寝てても目が開いてそうだね。開いてるかも。怖すぎるけどね。おはよう、おはよう。初見です、ありがとうございます。第二にはゴリラマッチョがあります。ゴリマッチョがあります。え、ほんまに、ほんまにやってるそれ。ほんまに。レオン、おはよう。グルト、おはよう。グルト、レグマッチョのある方が第二。え、マジであるんですか。ほんまに。暑すぎるけど洗濯物めっちゃ早く開くだから、あ確かに確かに確かに。おはよう、レオちゃんみたいから出勤準備が進まん。そのままで、もう出勤しないでいいですよ眠くてテンション高いのもある。マジで眠い、やばいよ建設現場とかラジオ体制が元金によっていろんな種類ある。そうなんですか。まぶたにマジックで目を描いたらやばくない。これで目描くん絶対バレるって。おはよう、おはよう。テンション高い、そう、マジでテンション高い。すいません、ほんまにほんまにすいません。うるさいよねとか思っちゃう。不思議だねね、不思議だね。前店内に自分で星打って送ったら小さいから、星が小さいから自分で打ったりしちゃってバレたおもろ、頑張ってください。ありがとうございます。授業中寝ないこと。まあまあまあ、あー約束の件ですか。まあまあまあ努力はしますよ。明日楽しみです。私も楽しみです。セミは吐かないんよ。確かに超吐かないね。じゃあもう青春映画のヒロインブラヒロインレベルで吐かないね。あの病気になっちゃって大体余命何ヶ月とか言ってるヒロインぐらい吐かないねセミ。生誕ティーか。そう、生誕ティーです。ひっくり返ってるやつが急に泣きながら動くのびっくりする。わかるわ。いや動くんやったらもっと最初から動いてるみたいな。なちょっと近づいたりとか、ちょっとちょっとツンってしたらすぐピューってどっか行くもんね。
一周も昨日レイコちゃんの配信残上上がってた、知ってますよ、隣にいました、なんでそんなに可愛いの、ありがとう、朝からめちゃくちゃ可愛いやないかい、ありがとうみんな、そんなそんなそんな、みーたん31のアイスありがとう。コーヒーは時々クリープ入れる。クリープとはハッシュタグクリープとは、クリープハッシュタグとは、天のギフトで袋増える配信いつかなそんな配信楽しいですか皆さん。今日中にうちは完成させねば。ありがとうございます。セミマジ何年も土の中いて1週間ほどで人生終わると、人生すぎる、それなマジで吐かない。明日仕事終わりに DMM 見るね、ありがとう。ぜひまた感想も皆さん教えてください。うまくできるかは分かんないけど頑張ります。おはようおはよう、朝聴きたくなる曲教えてください。朝聴きたくなる曲はラジオ体操第一です。朝のりょうちゃんバリアもらい、嘘やん、イエーイ、おはようおはようございます。レオン視力違法、全然悪いです。ギフトの金額で大き袋の大きさも変えてくれた亀橋、じゃあタワーぐらい、タワーぐらいが来たらこんな感じね、めっちゃおもろいね。聴きたくなる曲ラジオ体操をやる、え、バレたバレた、バレたか、ショック。朝聴きたくなる曲、朝、朝に、朝は別に曲聴きたくならない準備に追われて、あ、あれじゃないですか、あのモーツァルトとか鳴らしたらいいと思います。うん、モーツァルトとかベートーベンとかどうですか。ラジオ体操大事、聞きながら家出ます。あ、ありがとうございます。あの、じゃあラジオ体操しながら歩いてください。ラジオ体操大事は曲なの、曲ですよ、第2やろ、第2やっけ。おはよう、ラジオ体操大事会社でみんなで毎日聞いてるような、え、超健康的な会社ですね。西馬が玲子先輩に西馬ングースって呼ばれとった、あ、知ってますアラームで曲を設定したりはしてない、してる時もあるけど、してない時もあります。アラームで、あ、ちょちょちょ、さすがお嬢様やな、それでさすが、うーん、まあモーツァルトとかベートーベンとかはまあ全然、私の趣味はまあまあまあバッハ聴くことですかね。朝弱すぎて目が赤、わかる、それな、ラジオ体操しながら歩くの危ない人や、え、でも健康的でいいなと思います。はい、ラジオ体操しながら歩いてる人いったら通報する、え、健康的じゃないですか、ラジオ体操しながら歩いてください。あー、私ですか、私は歩かないです、嫌です、そんなのまあでもしたい、どうしてもしたいっていう方がさ聞いたので、そう言ってみた、適当に喋りすぎて死ぬバレた星中と監督にありがとうございます、ほぼ毎日の状態されてる、すごいプロですね、じゃあさすが。毎朝イヤホンでラジオ体操聞きながら通勤通学してる人を尊敬する、それな、さすがっすって感じ。今よしみんな状態操してた、ね、らしいね、ちょ見たい見たいよ、間違えてラジオ体操やった、おはようおはようございます、ご機嫌いかが、ご機嫌は、あ、ご機嫌いかが、ご機嫌よ、I'm fine I and I'm sleepy。 レオちゃんはお嬢様やもんね、そう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 、まあ毎日ティーカップでお茶とか飲んじゃったりしてますよ。これが朝やね、そうそう、
え、ヨシミンが今やってるの雨乞いの儀式じゃなくてラジオ体操だったの？え、おもろいやん。雨乞いの儀式をさ、ショールームでやってるのやばない？あ、あさみちゃん、くまありがとうございます。ありがとう。切れ抜き動画から見たけど何がやばいという話は本当どうなんでしょうか。それは本人に聞くことではないと思います。あそこは食べた食べた。でもそんなパンケーキとかそういうそんなオシャンティーなものは食べてない。玄米食べた。おはようおはよう。第1から第2ってフルでラジオ体操してるよしみ。わあすばら。ティーカップでお茶とか飲んでますよ。でコップで水飲み出したおもろすぎるやろ。およく気づいてくれました。ボケました今。それともお水？あ、全然お水ですよ。お酒は朝っぱらから飲むバカはいないです。こんなだって JK ですよ。まだ JK なのに法律違反はダメです。バカです。見たん、あ、見たん、水、青とピンク、私のペンライトからありがとう。玄米いいやん、やろ。玄米とかマジ健康的。パンケーキ食べたい。パンケーキね、オシャンティーすぎ。ティーカップだったのか、それあれ目がおかしくなった。ワイでボケてるのか。え、ティーカップですよ。大丈夫ですか。ティーカップです。はい。レオがボケたよ。レオちゃんがボケました。素晴らしい。あ、そっか、 JK じゃなくても法律違反はダメです。それな、ダメです。あ、キライちゃんペンライトありがとう。久しぶり。朝からパンケーキはきつい。あ、確かにね。レオちゃんの執事になりたい人生でした。私の執事になったらマジでずっとほんまに仕事ですよ、朝から晩まで。みたいな。いいですか、大丈夫ですか。朝から面白すぎる。ほんま NB の締めを探すためいろいろ見とるけど、参考方で自己紹介してください。高校3年生、18歳、大阪府出身、坂本レオです。お嬢様です。よろしくお願いします。レオの配信見るためにいつもより1時間早く起きてるから1時間早く寝てるので健康です。素晴らしい。電車の中で体操した。え、発作起きてるやん。電車の中で体操やば。してみてください、ぜひ。何さし行き。おはれよおはれよ。人遣いの荒いご主人様。そう、人遣い荒いです。お嬢様です、お嬢様ですとか言い出したかもしれない。え、お嬢様ですよ。劇場公演で言ってるやつも一応できる。あ、劇場公演でやってるやつは私明日が初日なんですよ、劇場公演の。なのでちょっと明日までに撮っておきたいので、それはダメです。なのでぜひ明日の DMM をご覧ください。ハラカラさん、お嬢様キャラで行くのね。うん、朝相当おもろい。嘘やん、ほんまに。レオちゃんのためなら朝から晩まで仕事頑張ります。素晴らしい。レオンズとして完璧。お嬢様ですわよ、お嬢様ですわよ。お嬢様です。自分でお嬢様。キャッチフレーズ NG アイドルなの。そうそう、キャッチフレーズ NG なんですよ。私絶対に普段の私生活でキャッチフレーズはやらないって決めてるんです。おはよう、おはようございます。じゃあちょっとそろそろランキングを少しして、よし、じゃあゴミに〇〇ですわってつけない、あ、〇〇ですわってつけないお嬢様系です。とりあえず一旦掘りまた来ます。お願い、キヒトさん。その呼び方はやめてほしいな。お嬢様ですって自分で言う人初めて見た。お嬢様ですよ。
明日私お嬢様ですって自己紹介お願いします。さすがに初日にそんなぶっ込みませんいつもだったら見れない時間なのに今日はゆっくり式ながら見れてよかった。よかった。お嬢様お時間でございます。ありがとうございます。では次は7時10分からです。10分後です。よろしくお願いします。もう理解目が覚めてよかった。よかった。また10分後も皆さん来れたら来てください。お嬢様お時間でございます。ありがとうございます。はい、では10分後にまた。バイバーイ。